皆さんこんにちは、ジャステッドと申します。早いものでですね、もうジャズストリート32回目でしたっけね、もう本当についこの間始まったばっかりのような気がしてるんですけども、みんなそれぞれね年を取りましてもう還暦、これね全員還暦すぎてるんですよ。はい、もうのね、もう何十年、15年ぐらい前でしたね、15年以上前に、始まったジャズストリート、今回32回目、1曲目の曲はですね、マイルス・デイビスの有名な曲で4という曲をお送りいたしました。僕たちジャズテッドというバンドなんですけども、こういうモダンジャズからあとスイングですとか、あとラテン、そういった、ナンバーも、演奏しまして、最近ではね歌謡曲なんかも演奏しております。もうお声がかかればねどこでも分かりますので、もしご用命のある方はぜひ、読んでいただければと思います。続きまして次の曲はですね、本当に一個でも古い曲なんですけども、もうみんなご存知の方も多いと思います。有名な曲セントルイスブルースという曲をお願いします。Bye.
セントリュースブルースをお送りいたしました、近くの方、この辺にいらっしゃる方はねだいぶうるさいと思いますけども、よろしくお願いいたします。普段は僕たち、そうですね、結構一番多く、やってるのがライブハウスですね。ライブハウスでやってるんですけど、ライブハウスだとこうステージがありまして、結構お客さんとの距離もあるんで、こう目いっぱい音を出してるんですけど、ね、今回あまりにもこう尺が気になって吹くとうるさいかなと思って少し抑え気味に吹いておりますけども、でも前の方はうるさいと思いますけど、よろしくお願いいたします。じゃあ続きまして、次の曲をねお送りいたしたいと思います。次は当バンドのオリジナル曲です。僕たちの、演奏を聴いたことがある方は、もうお分かりだと思うんですけども、うちのコンポーザーですね、作曲者が旧ニツの出身なんですね。それで、ニツといったら、今秋葉区になってますよね。それで、この秋葉湖、秋葉山にある湖なんですよね。違いますか？その湖を、テーマに、作った、曲です。ハート型の秋葉をお送りします。
られてたでしょうかね、ハート型の秋箱という曲をいたしました。続きましてまた、もう一曲ですね、やっぱり、当、バンドのコンポーザー、松田の作品です。やっぱりねこれもニーズなんですよねやっぱりね、あの地元を愛するといいますか郷土愛あふれる、曲だですね。これもやっぱり秋葉公園にちなんだ曲、秋葉公園の木お送りいたします。
印象っていうか目的っていうか何ですか。あのですね、秋葉公園昔はものすごく見晴らしが良かったんですよね。あの木がそんなに大きくなくて、ところが、ね、何十年も経ったらもうものすごく大きくて全然見えなくなっちゃったんですよ。周りの、まあ、安田あたりまで見えたんですけどね。そういうのがやっぱり何か考えてほしいなと思って作りました、ね。続きましてですね、これの最近、最近っていうか、この3月、春3月にですね、実写版で、映画、の、放送された映画なんですけども、アポロンの坂道ってご存じの方いらっしゃいますか。あ、いらっしゃるな。あ、いらっしゃいましたね。そもそもコミック、アニメなんですけどもね、アニメの、物語なんですけども、昭和40年代ですかね、ちょうど、バブルな高度成長の真っ盛りがあると、今の、段階の世代の方たちがね、高校生あるいは大学生、この頃の物語なんですよ。お医者様のせがれの高校生が、横浜でしたよね。そこに住んでいたんだけども、あれ九州熊本どこよく覚えてない。熊本でしたっけ。あ、違う。九州。あ、違った。あっちの方にね、転校になったんですよ。まあ、それでそこで荒くれ者のね、ドラムやってるちょっと不良とね、こう友達になりまして、そこでいろんな物語、が、できていくという、こういう、青春映画ですよね。青春の映画だっていうか、アニメだったんですけども、それが今年の3月にジャニーズのね、何て言ったっけな、知念さんだったっけ、その方がピアニストのその主人公になりまして、実際にその、ジャニーズの方がねピアノを弾いてですね、でも本当にもう結構面白い、映画だったんですけども、その映画の、テーマになった曲です。皆さんもよくご存じだと思います。アトブレッキーチャーズメッセンジャーズのモーニングをお受けいたします。
めました門にお送りいたしました、それではですねここで皆さんお待ちかねの、当バンドの歌姫、の登場です。はい、どうぞ。私のボーカルとしての曲、オープニング曲を Black Orpheus 送りいたします。 Carnival どうぞよろしくお願いします。
少しは柔らかくなったんでしょうか、心が。じゃあその次の曲ですね。やっぱりこの場所で一番ぴったりな曲だなと思うんですよね。コーヒーを飲みながら自分のふるさとを思い出しながらいいかなと思ってたんです。 Georgia on my mind。
次の曲ですね。 Like someone in love for all of you。 あげる曲です。シャーリー・バーシー、日本語だと言うとシャーリー・バーシー、
英語でって言うと Shirley Bassey、okay? たまに英会話でもいいかなと思うんです。OK、Shirley Bassey、Billy Joel、OK、最後にこれを言ってもらいたい。New York State of Mind、ご存知ですか？ワン、ツー、New York State of Mind。OK、行きましょう、リーダー。Thank you so much。この曲をお送りしたいと思います。Thank you.
ありがとうございました。